メガサー TV。 ああ、豚汁食ってのんびりしよう。豚汁。今日のお昼は冷やし肉味噌パンチ。一人ごと喋ってるのおかしく見えちゃいますよ。豆3本です。豆3本、もう後半は瞑想してました。何やればいいんだろうって感じ。冷やし肉そば担々麺。うん、美味しいけど会社に行ったら治した歯が痛くてしょうがない。どれカードもらい行こうかな。辛かったな。何にも今日は面白い話ない。なんか疲れてる。これ強どうするよ、強。2260。あ、確かに2400。ほらお立ちしちゃった。これはい、お願いします。はい、カードお願いします。はい、お願いします。お、惜しいな。1521g。 はい、こちらで写真お願いします。はい、こっちがでかい。色いい本じゃん。次から表彰台の方に登っていただきます。第5位、桧原湖ゼッケン64番、阿部俊選手、ウェイトが 2375g です。続きまして、第4位、桧原湖ゼッケン58番、大高理幸選手、ウェイトが 2403g です。続きまして、第3位、桧原湖ゼッケン65番、桶山選手、ウェイトが 2485g です。選手は昨日の JB2 の年間チャンピオンですね。残すところは表彰台2つです。どっちから呼びましょうかね。順当に2位からいきます。準優勝、桧原湖ゼッケン89番野崎新選手、ウェイト 2517g です。JB 桧原湖シリーズ、最終戦ひまかつカップ優勝、ゼッケン126番有方選手、ウェイトが 2676g です。皆さん雨の中お疲れ様でした。第4位、3匹 2403g、 大高秀子選手。すいません、申し訳ございません。ヒレユキ選手、はい、はい、お疲れ様でした。すごい嬉しく思います。また、あとカードチコとかもあるんで、もっともっと頑張って精進していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。4位の大高秀幸選手でした。第3位、2485g、 桶原博史選手、はい、伝えりを教えてください。エリアは馬の首、結構急進なパンクをずっとやってました。ではリグは基本フリーリグ、モコリクロもフリーリグ。3位の桶原博史選手でした。
第2位、3匹 2517g、野崎新太選手。はい、ありがとうございます。昨日に引き続き、はい、以上ですか。はい、2位の野崎新太選手でした。はい、ありがとうございました。優勝、はい、3匹 2676g、はい、鬼形武史選手。はい、釣り方は、シャットのキャロー。昨日もほぼ同じウエイトで2700ちょっと、今日も2700ちょっとでしょ。はい、今日はもう朝3本でそのウエイトでした。キーパーは多分10本くらい釣ったんですけど、早稲沢の沖でもう30分くらいで釣れる、そのウエイトぐらいは釣れるっていう確信があったというか、ただ、ワカサギはモリモリ映るんで、食わせるのがやっぱり難しいんですよ。みんな多分感じたと思うんですけど、なかなかライトリグで反応させるの難しくて、でシャットでやっても反応するタイミングっていうのは結構あるみたいで、まあなんとなく昨日3位で1位2位の人の話を聞いたりとかして、ああ多分そういうことなんだろうなと思いながら今日やったんですけど、今日は朝から雨だったんで反応が逆に朝から良くて、最初の30分はちょっと手首が痛くて釣れないんですけど、30分経ってからは30分で30釣れて、もう今日はそれで仕事終了みたいな感じですね。まあちょっとやっぱり場所外すと550とか600とかぐらいのサイズしか食わなくて、昨日も今日もいいラインに入るとまあまあ900、800みたいな感じで来てくれるんで、でちゃんとしたタックルできっちり通してやると本当にもうシャットなんだけど口の中にズボーンと入ってるようなバイトだったりとか、もうツーフックで加えてるようなこうルアーをこう襲いに来てるっていうような感じで、でまあ釣り方が合ってるなっていう実感がすごくある感じでしたね。はい、でもやっぱりワカサギが基本的によく映る水深ということでいくとやっぱ7、8、9あたりかなと思いますけどね。はい、ちなみに竿は、竿はうちのレジットのワイルドサイドの、もう それこそ野尻湖でガイドしてる林光大君がこのキャローシャットのために作った竿で、64の ML っていう、まあ、結構硬い竿なんですけど、一緒に竿を作っててもこの釣り方も絶対竿ありき、竿が合わない限りはなかなかこのうまくルアーを動かせないっていうのが非常によく分かったんで、まあ、その竿あっての、まあ、今日の釣りっていう感じですね。リンカは 7g です。リーダーの長さは、リーダーっていうのはシンカーからルアーなんですね。はい、シンカーからルアーまでは、まあ、60センチぐらいかな。あんまりで、シャットは OSP さんのハイカット嬉しく思っていますけども、おっさんとして高い壁で立ちはだかれるように、まあ来年出るかちょっと分かんないですけど、また出たら頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ヒバラコシリーズ2019年年間5位、ゼッケン58番大高選手。続きまして、2019年ヒバラコシリーズ第4位、ゼッケン76番目黒選手。続きまして年間第3位、ヒバラコゼッケン78番飯塚選手。結構この辺ポイント差が詰まってましてね、1位から5位までのポイント差がね16点しかないですね。まあ、結構今年は接戦でした。2019年ヒバラコシリーズ第2位、ゼッケン24番浜本選手。1位ですね。2019年 JB ヒバラコシリーズ年間チャンピオン、ゼッケン1番佐藤徹選手。2年連続になります。はい、上位入賞の皆様おめでとうございます。アングラーオブジイヤー徹君おめでとうございます。 2019JB ヒバラコシリーズメガサブ最終戦の成績は 1521g、
で、普通だったらね、こんなウエイトだったらね、もう半分以下だと思ってたら、何気に釣れてなかったんですよ、この試合。27位でフィニッシュとなりました。ね、年間ランキングはだいぶね、2000焦げてるんで、あまりよろしくないですが、それでもなんかね、真ん中よりちょっと上ぐらいまで盛り返したみたいです。そんなわけで、JBC ひばらこシリーズ2019年メガサブの試合が終了となりました。来年はもっと精進いたします。応援ありがとうございました。